もなべちゃんのなべちゃんです。いや今ここなんですけど寒いです。はい、こんにちは。何シャカシャカしてんだ。え、お前今日午後出勤だな。なんだおめえ、なんだ離れず取れてる。何やってんだ。運動か運動。いや、え、のぞかないだから。お前今日金ちゃんよ。今日金ちゃん聞き行くの。はい、金ちゃんイメージ、お客さん来てよ、ご飯食いながら。はい、なんかあ今日の夕方はあのガラスコーティングのお客さん車持ってくれって前言ってたの、来るから。はい、でご飯食いながらなんかライト磨きのお客さんも来てた。金ちゃん不在のうちに。あ、はい、だからあの電話番号を気づいたから電話して。はい、わかりました。あった、はい、あとは今日はよ、頼んでた品物が届いたんだろ。えなあ、金ちゃん一生懸命走行にしまってきたな。はい、見ました。こちらでございます。じゃじゃん。はい、車も走りながらスタッドレス来ました。俺の車動きません今。ちょっと向いてみ。これなかなかこのホイールがなくてさ。え、やっと見つけるんだよな。え、なあ、すごい頑丈に頑丈にちゃんと梱包してくっちゃな。無理か。いないな。ストッキングを破るように。ああじゃねえ、そこはオラだおめえ。はい、こちらでございます。じゃじゃじゃん。はい、純正のセンチュリーのスタッドレスタイヤ、ホイール付きです。綺麗ですね。え、綺麗だべ。まだバンバンだろうね。ゴムもやばいしよ。この白のキャップのがなかなかねえんだよ。黒キャップはいっぱいあるんだけど、純正ホイールでこの白キャップのが売ってなくて、はい、やっと見つけました。どうだ、バッチリだべ。そうっすね。これでおめえスタッドレスタイヤとあっちのノーマルの方、はい、ホイール4本揃ったんで、はい、あとは車直したらな、走りっけでよ、早く走るようになんねえかな。あれ、文山さん今日来ないっすね。今日これでべ、今日はこれでべ。はい、とりあえずね、センチュリーの部品の方で、ね、どんどんね揃ってきたんでね、あの文山さん来たらね、ちょっとずつ直していきたいです。木黒くなったわね。あ、とりあえずは、はい、金ちゃんは俺のタイヤなでなでしてます。はい、またあとでよー、じゃねえ、はい、なんだ金ちゃん、またお湯沸かしてんのおめ、はい、あ、ちコーヒー飲むの、はい、ちゃんとした蓋あったんじゃないの。あ、多分。どうしたんだおめ、何メモメモしてんだ。いや、予約が入って予約、今月、うん、あ、今月のとりあえず決まった予定言ってみろ。今日って12月3日、はい、3日4日でプリウス入ってるんだっけな。そうです、3日4日プリウス。この後は一応89で、うん、CT レクサス、89でレクサス、はい、あとは10日11で、うん、ナトリステン、はい、担当、うん、3台は入ってるな。3台、あ、いいな、はい、うん、はい、いいな。あとはねえのか。あと22日の日に、うん、歯医者。仕事じゃねえかな。あと18日の日に、うん、なんか手伝ってって電話が来て。あ、どっかで行ってくるの。はい、はい、山に、はい、芝刈りに。芝刈りあとは合間合間にあのライト磨き動画の依頼もあったからな。そうです、な、はい、あ、ちょこちょこ忙しいんだったな。はい、電話来てたんですね。あ、じゃあお客さんから電話来たよな。ちょっとよー、はい、あとね、はい、こちら今俺のセンチュリー一旦ねバラしてるんですけど、エンジンの方ね、はい、エンジンの方バラしてあります。で部品の方がちょこちょこ揃ってるんで、これプラグコードとかこいつはイグニッションコイルだな。イグニッションコイルとか、はい、あとはプラグ、あとバットカバー、エンジンのねゴムパッキンとかね、いろいろ揃ってるんで、大体文山さんに言わっちゃね、資材ね、はい、なんとなく揃っております。あと1日2日でまだ揃うんで、文山さん次来るときにはね、多分言われた品物あらかた揃っております。ただちょっと一つ問題がありまして、オープンしようか。こちらのねハーネス、この線の部品
こいつらね、こいつらもう今作ってなくて、まあ、しょうがねえんだよな。だから断線してないとこはうまく加工してね、うまくやんないと作れないと思うんで、なんていうんだろう、頭のカプラーだけを個別に取って、もし直すんだったらこういうね、金を入れてるのカプラーを取って傷を交換するかなと思いますね。あ、緊張話終わったかな。キッチャーお客さんと話をしたんで、またちょっと構ってきます。はい、えいや、じゃあね、キッチャー電話終わったと思ったら、はい、自分の分だけホットコーヒー作ってます。なんでおめ自分の分だけなの？え？さっきから俺いんの、なんでおめ自分の分だけなの？いや、夫婦して寝ます。大丈夫です。ちょっとおつまみもある。何？おつまみ？おつまみ。おつまみ食べ。Mチャージ。今おめえ汗かかで見つぞ、このこの時期でしょっぱさでこうグイッて、しょっぱさでこうグリッて、とりあえず寒いから、まあ、一応野球もあるんで、つまみな、つまみ、酒じゃなくてコーヒーのつまみ、つまみとりあえずゆっくり温まってください。あ、はい、すいません、はい、あと金ちゃん、このいつものよ、はい、これ金ちゃんさ、これ卵買っといたから、卵あ、卵食い放題、やっぱタンパク質大事だからね。そうです、タンパク質、はい、おめえの場合過剰に取っとけな、タンパク質は。あった、はい、じゃあ聞いちゃったわ。コーヒーでも飲みながら卵食ってます。はいはい。おー、じゃあね、今お客さん来るまでね、ね、寒いから店で待ってっぺ。はい、あ、はい、ダメだ、しびれちゃう、ごはねえって、おめえよ、ほいと持ったままでいけば行くと。じゃあとりあえずあの店の方に行って、あったかいとこでお客さん待ってます。いいな、コーヒーや、はい、いいな、はい、はい、おー、じゃあね、店の中来ました、はい、はい、お兄ちゃんも休憩しました。兄ちゃん、そこと違ってあったっけな。あったかいですか。え、今さっき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 、はい、あ、経営だからダメだ。じゃあ危なかったな、ちょっと早めに来たらやばさになってますから。経営じゃねえ、ヘリカの方だ。あ、大きい車だって。あ、よかったね、やっぱりゆっくり来たな。1200cc。 あ、ちっちゃいヘリかな。それよ。あ、ところで経営はね、これ水槽見てなんか気づかねえ、綺麗になってた。いや、綺麗になってるわけだよ、ね、ピンポンパール死んじゃったんだよ、こいつの仲間。ああ、そうなんすか。もう最後の一匹だ、こいつは。違って。え？ちっちゃいのもいいか、2匹。一匹なのによ。大きいやつだ、こいつと同じ大きさのピンポンパールが。うん。あ、死んじゃった。お亡くなりになりました。水返したっけ。うん。うん、なんか。夜元気だったのが朝来たっけ。お兄ちゃん、店閉めて帰る前に水槽掃除したっけ。うん。朝来たっけ、はもうダメになってた。あ、お兄ちゃんのせいだべ。いや、あ、最近だったらさ、出たけど水槽ちっちゃいとこといっぱい入ってきたんだ。見ろ、おめこのサメだったわね。おい、キンちゃん、おキンちゃんって言ってた、おめケイジの息子だろ。おい、キンちゃん、やーって、ケイジの息子、これケイジジュニアだ、おめ抜けました。何何だっても聞いてよ。何だっても聞いてよ。お父さんはね、髪水のようしてるの。あ、とりあえずあったかいとこで休憩してますよ。よー、じゃあキッチャン、はい、ほい、松崎来たな、お客さんな。あ、来ました。はい、竹ちゃんのお友達で、はい、あ、はい、ひん、嬉しいことに、はい、今回プリウス入って、はい、この方が2台入れんだべ。そうっす。な、3台仕事もらえましたね。はい。いやー、汚せよね。ね、あの1台入れるつもりが3台の予約が入ったんで、一気に、はい、ラッキーだな、今月安泰だな。あ、でも何だ、来年、え、来年に残りを入れる。ああ、来年入れる。あ、そうそうそう、はい、そうか。あ、じゃあ今月じゃなくて来月か。あ、そうです。でもまあとりあえず食堂をいただいたんで、ありがとうございます、はいはい。いや、頑張れんな。ちょっとお店の方よ、夜でお客さん来たから閉めてるよ。はい、本日も無事ね、金ちゃんの、はい、磨きの方の車納車になりましたんで、よかったと思います。はい、あ、まあ、これからもそういうこと取ってくるんで、よろしく。金ちゃん頑張って磨いてください。はい、さ、はい、あ、じゃあ私通常業務に戻ります。通常業務だな。はい、ということで、また皆様会いましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。
いや、ありがたいね。はい、ありがとうございます。バンバン、バンバン漏れていいな、バンバンな。バンバンっすね。あの俺の車まだ洗っとけ。なんで止まんだ。はい、バイバイ。